ベイトフィッシュの量次第ですよね。ここはね、結構去年の秋からずっとカナダモが残ってて、このディープホールの南側からずっとこうフラットで残ってるんですけど、まあ、基本的にベイトフィッシュ、アユとかハスとかアユナンが多いところを中心に巻いていこうかなと思ったんですけど、こういう大カナダモが残ってるところにそのまま冬の間からこう越冬してたりとかしてるバスがいるんですけど、ちょうどこの3月の後半ぐらいからそういうのが食い出すんですよね。で、今年は特にこの大カナダモが生えてるところすごい多いんで、去年から残ってるところが、まあ、ここもそういうエリアのうちの一つなんですけど、これがもうもっともっとどんどん水温が上がってきたりとか、あと、まあ、今ちょっと放水量が多いんで水が結構これクリアになっちゃってるんですけど、これが放水量が減って水の濁りがもっときつくなったりとかすると、もっとクランクベイトががっつりはまるようになってきますね。まあ理想を言えばやっぱしアユとかハスとかも入ってきてくれるともっとパワーアップするんですけど、まあいかんせんちょっとそれがそんなに多くない状況なんで、アユがいたとしてもちょっとバスとリンクしてないエリアだったりとかしてたんで、完全に走りっすね。あとはもうレンジを3メーター4メーターで合わせて3プラス4プラスっていう風にローテーションしていくんですけど、ここもウィードのトップが3メーターちょっと切るぐらいですかね。ボトムが3メーターちょいで、でウィードのトップが3メーターよりもうちょっと浅いぐらいのレンジなんですけど、この3プラスがドンピシャに合うレンジなんで、あとはまあカラーも春ということでオレンジで、ちょっと水がクリアなのでチャート系だときついかなと思って、もうちょっとおとなしめなオレンジをチョイスしてるありますね。これがもっと水が濁ったらブルーバックチャートだったりとかホットタイガーとかが合ってくるんでしょうけど、からかんですね。あ、ウィードのあるないは分かってるじゃないですか、どこにどういうウィードが入ってるかっていうのは。ただベイトだけは日に変わるんで、やっぱしその条件が変わってるから余計にいなかったところにいるようになったりするんで、それでこうチェックしておきたいっていうのはありますね。特にこうもう一個寒かったタイミングっていうのは、その餌がいないと、その小魚系がいないと全然ダメだったんで、それがまず最低限いるっていうのは条件だったんですけど、それがそうじゃなくなってブルーギルとかもちょっとずつ動き出してるんで、あります。けどこの感じだと多分大丈夫です、はい、もうなんか底荒れするようなあれ、底荒れしてくれても OK。 あ、もう OK。 あの逆に緑の、うん、この向きだったら、うん、北風だったらダメです、はい、北風だと北の冷たい水が入ってくるんで、うん、今の時期だと、だから荒れれば荒れるほどどんどんダメになっていくんですよ。だけど今これ南風なんで、どっちかというとかき混ぜるはかき混ぜるんですけど、その流れも止める側だし悪くはないと思うんですよね。その北風ほどネガティブではない。すげえ魚群っすよ。映ってます？
3プラスと4プラスに関してはこういうディープエリアのフラットをやっていくように使って作ってるんで、どっちかというと先行角を浅い角度で潜っていくようにデザインしてるんですよね。で、そのなんで角度が浅いと使いやすいかっていうのがあるんですけど、ウィードに対してウィードが生えてて、それに対してこう深い角度でこうやって刺さると次外せれないんですよね。次ザクッと刺さってしまうんで、次ほぐしにくくなってしまう。で、浅い角度で行ってくれれば比較的刺さってもその深くまで刺さりきらないんで、そうするとここで刺さってくれるおかげでトントンって軽くやるだけで外れてくれるっていうのが、最大の特徴ですね。で、あと角度が浅いんで、このなかなか最大先行振動までは到達しないんですけど、その到達する前までに中層を引いてくる時間が長くなるんで、中層で食ってくれるアグレッシブなバスも食わせることができるっていうのが結構キーになります。こう投げて、かなり飛んでくれるんで、その先行角度が浅いといってもなかなか潜ってくれないかっていったら、ちゃんと4プラスだったら4メーターで、3プラスだったら3メーターまで到達してくれる。クランクベイトを巻いてて投げて巻くで、投げて巻いていくときにこのティップに出てるロッドティップに出てるこのバイブレーションですね、このバイブレーションがはっきりと出るようなアクションにしてて、これをはっきりと出てるとウィードにタッチしたのがしっかりと分かるんですよね。で、これでウィードに巻いててタッチしたらバイブレーションが乱れたりとか、あとはバイブレーションが消えたりとか、こう今そうですね、今乱れたんで止めて、でまた巻く、こういうこのクランクベイトがどういう状態にあるかっていうのをしっかり把握できるように、バイブレーションをしっかりとこうキビキビしたアクションで出してあげるっていうのが一つの特徴ですね。で、決してバイブレーションが根本的に大きいわけじゃなくて、どっちかというとこのアクション自体はタイトなアクションなんで、タイトウォブルっていうんですかね、タイトウォブルのアクションなんだけど、バイブレーションは決して弱くはなくて、しっかりと一回一回がこうハイピッチがしっかりと出るアクションになってるんで、それで把握がすごくしやすくなってますね。結果的にそれが使いやすいクランクベイトの要素の一つっていう感じですね。ダブル X を使っていく上で一つ注意してほしいのが、僕はなんですけど、結構柔らかめのロッドを使用してるんですよね。で、これ今使ってるのが7フィート2インチのミディアムで、しかもグラスコンポジットなんで、ティップの部分はもうほぼっていうか、グラスマテリアルのみになってるんですけど、これ柔らかい差を使ってる理由っていうのが、一つはこのバイブレーションがしっかり出てくれるっていうところですね。で、これ硬くしちゃうと竿が勝ってしまうんですよ。クランクベイトのこうバイブレーションが竿が硬くなってしまうことによって、竿が勝ってしまって細かくしか出なくなってしまうんですよね。で、そうするとこのバイブレーションがはっきりと分からなくなってしまうから、結果的にウィードにタッチしたのも分かんなくなってしまう。で、これ硬くするとウィードにタッチしたのも分かんないから、今度ウィードを切らないといけなくなってしまう。で、切らないといけないからまた硬くするってい こうどんどんダメなサイクル、そういう切るサイクルになっていってしまうので、そうじゃなくてボトムというか、ウィードにタッチしたのが分かるような柔らかい竿を使うことによって、しっかりとウィードに刺さりきらない手前で止めることができて、しかも竿がこう巻いてて止めるときに竿がクッて入ってくれるんですよね、柔らかいと。だからウィードの中にクランクベイト自体も入りきらないんで、こう軽くトントンってやるだけで外れてくれる、そういうメリットがあるんで、柔らかめの竿を使用した方がいいですね。柔らかい竿だし、なるべく弾性も低いグラスのような竿があった方がすごいいいです。ここで釣れたら気持ちいいのにな。
た、来ましたよ。ダブル X これいいんじゃないです。ダブル X もこれ3プラスですね。これ良さそうですね。コンパシ来たな、いましたね。やっぱいましたね、ハルブラック。気持ちいい。いや来ましたね。もうめっちゃいいコンディションですね。